ハンディ扇風機を今日は作っていきたいと思います。これね、電池3本で強力な風が出るってやつでね、ちょっと電池があるかちょっと見てきますね。電池あるかな。一応充電池はあるんですけどね、果たしてこれが使えるかどうか分かりません。だいぶ眠ってましたね。これ炭酸電池は使うことないからね、なかなかね。じゃあまず開けていこう。あ、ミニ四駆のモーターが入ってるわ。ミニ四駆でよく使うモーター、よく見るモーターが、はい、これセット内容、セット内容をじゃあまず見ていこう。セット内容からね、ほい、まずね、モーターですね。これモーター、モーターです。そして輪ゴム、そしてプロペラ固定パーツ、これね。で、両面テープ、イエス、両面テープ。そして電池ボックスで、用意するもの、セロハンテープ。セロハンテープがないので、よし、セロハンテープの代わりにこれでいこう。よいしょ、これ養生テープ、養生テープ。そして炭酸電池3本、これね。そして着色するもの、マーカーや絵の具など、絵の具セット、こちら、ほい。というわけでですね、これを使って今日はやっていきます。よし、じゃあやっていこうか。これね、見えんか、これです。これを外して、これをね、こういう風に折るって書いてありますね。で、ここにモーターのこれ、こういう感じで穴を合わせるらしいです。こうやって、これモーターがあります。ここに穴を合わせて、ここを入れます。こうやってデコッと、で輪ゴムで止めるらしい。ここにめっちゃエコやん。輪ゴムで止めるとかめちゃくちゃエコじゃないで、 OK。 はい、輪ゴムで止めました。これで OK で、導線はこっから出していきます。こう、そしたら Cたら、こんな感じです。今ここくっつけた3箇所で、こんな感じ。 OK。
モーターがある。次ね、プロペラ。プロペラの固定の器具をつけている。こんな感じ。で、これをモーターにつけます。ここに。合体。ほんで、オンだよ。I have a pen. I have a apple. Apple pen.I have an apple. お、もうなんか回りそう回りそう。いい。で、モーターユニット完成です、これで。じゃじゃん。もう扇風機になりそうじゃん、これ。これをね、折れ線で折っていきます。こう、こう。で、モーターが下側になるように、ここに差し込んでいくらしい。こうなって。こことここに。こういう感じ。はい、オーンってオーンってパイナップルペンできた。こんな感じでね。そしたらね、123と123と BB の3本、あ、これか。これをなんか差し込んでいくらしい。差し込んでいくと、こういう感じで入れると、次ね G をいきます。 G 安定してきましたね。はい、いい感じです。こんな感じ。扇風機や、マジ扇風機だこれ。もうとりあえずこれでね、一旦上の部分完成。次最終仕上げね。A の2本を刺しますと、これか。よし、ほい。これをね、後ろに刺していきます。これを ここの後ろにここ差し込んでいく。ここも差し込んでいく。はい、こんな感じ。で、だし F これ F はここです。じゃじゃん、こんな感じ。でね、これでとりあえず完成。で、次に
電池ケースいきます。これ愛をこれを切り抜いていきます。ここに電池ボックスを入れていくらしいです。で、このモーターの導線とこっちの導線でこうしちゃいます。導線と導線でこういう、わかる？こういう感じ、導線同士をつなげていきます。今回ったよね。おお、すごい強いぞこれ。結構音が、これつないだら、こうしてここにこう、おい言うこと聞いて、こういう感じらしいです。じゃん、ここにこうやって、イエーイ、ハンディ扇風機めっちゃいい、めっちゃいい、これこうやって。じゃーん、コーラとそうめんでいっぱいになった。でひまわり畑の中に後ろには花火が上がっております。じゃーん、おー、よし、ではでは、なんかすごい疲れたね。こう絵を描くのってすごい繊細だからさ、集中しますけど。ではまたね。じゃあね。